タジオだよイエスだよだよイエイエはい、ということで、やってきました、ウイレのお時間でございます。やった、大好き、ウイレ大好き、最高、うんうん、さあ、ということで、はい、やっていきたいと思うんですが、うん、今日は何をするんですか。今日は退場しまくって、うん、最小人数の7人で試合してみた。行きましょう。ふぅ、一番気になる。噂で聞いたんだけどね。はい、最大で7人でプレーうんできるみたい。なるほど。最大が7人。本当にそれが最大かも気になるの。なるほど。どうその検証を含めてのレッド出しまくって0にしてしまおうと、はい、なるほど。まずそこの検証から始めて、その試合を今日はクラシコで行います。いや、素晴らしい。やっていくんです。はい、最高の試合を最悪の試合にするんですやっていきましょう。最悪だよ、ありえんからね、そんなことひどいですよね。ウイルでしかできないから、ね、クラシコをもうぐっちゃぐちゃにしてやる。めちゃめちゃリズムボロ時代にしてやるか。面白いね。どっち使いたい。おー、レアル。レアル、オッケーオッケー。ほんな僕バルサで、バルサ対レアルでやっていきたいと思います。さあ選んでいきましょう。これ選ぶ必要あるどうせ対象すんねん。あ、そっかそっかそっか、うん、そっか、退場するんか。うん、消えるからね、何人か。本当だ、意味ねえんだよ。いらねえんだ、うん、やばいね、そう考えたら。そうそうそう、面白いね。ユニフォームはこれでいいかな。スタジアムはやっぱりね、ジュネットメッサー。どこやったっけ。なんだっけ、名前が出てくるはず。どれだ。カンプノ。カンプノ。あ、そうそうそう、やっぱカンプノ。カンプノです。カンプノです。さあ、世紀のクソ試合が始まります。行きましょう。はい。もうレッドだからね。いやー、これはやばいよ。ガンガンファールしていきましょう。ほんじゃあまずはね、もう殺し合いで。もう少林サッカーですよ。これ面白いぞ。これ面白いぞ。ガンガン削っていきましょう。うわー、俺やっぱりエースから削っていきたい。怪我対象までからね。それこれがね、残ってる選手によるからね。そう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 。それでだから勝てるか勝てないかも決まってくるんで、まず殺し合いから始めて、最初になった時に。お届けしてまいります。え、なんだ、退場戦ってこと。よろしくお願いします。どね、待って。いいよ、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 一発で、一発で、一発で、一発レッド。うわー、まあ、これ後ろから行ったらレッドに一発レッドっていうあるから、ジンクスが。これお前いきなり、え、ああ、イエローね。ああ、お願いします。まずこの試合から始まるの。はい、とりあえずね、とりあえずエースロナウドもう消えましたね。やべ、アホやなお前。一エースロナウドを一発目に一番消してくれて消しちゃった。いやアホやで、これミスった、ミスった、ミスった、ミスった。これはアホやな、これミスだね。クリスティアーノ・ロナウド、退場。退場、一人目いきました。よって退場です。お、これね、俺も退場させないといけないからね。そうそうそう、あんまりだからパス回しやめよう。バンバン退場すぎよ。うるれうるれうるれ、殺すぜ。うわー、これファールだろ、これファールだろ。あ、イエロー、イエロー、ベール、あ、やべえ、エースばっか消えてくる。やばいやばい、まずいまずい、やばいやばい、まずいぞ。フォワード消えるのまずいんだよな、お前な。ラキティッチ、ちょっと待って、削らせろ、削らせろ、パスやる。繋いで攻め込んでいきます。ルーズになる。うるいいよ、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 いい削れた。いいや、こっち全然削ってないんですけど。怪我してしまい。とりあえずもうここら辺はね、味方が倒れた選手の様子を伺っています。さあ、どんどん削ってください。パウリーニョ、ルナらしい。いいよ、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 いいよ。はい、ベイル消えました。ベイル2枚目。いや、ね、もっと先ほどのファールでもっといらねえやつ消して。あれ、そしてベッドカードをもらっています。もう、あい、もう怪我退場もね、怪我退場も OK だから。よし、あれ難しいなこれ。結構、あ、はい、いいね。ひど、今のいいですね、いいスライディング。あー、いいよ、いいよ、いいよ、ラッキーチ。あー、いいね、一発レッドがいいな。そうそうそう、一発レッドかましたよね。ちょっといちいちね、2回倒さないといけない、ちょっとめんどくさいんだよね。結構なんかゴール前がいいのかな、やっぱりゴール前でぶっ倒すのがレッドかな。あ、ミスった。これ難しいぞ。難しいね、結構時間かかるし。
よし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 。ええ、ノーファウル、これはファウルではありません。あーあーあー、ファウルファウル。これでも多分イエローないな。待って待って、どんだけいかなきゃいけない。スピードもありましたから、体を寄せてきますとどうしてもファウルになりやすいんですよね。これイエローない、ノットファウル。やばいやばいやばい、むずいぞ、これむずいぞマジで。はい、来て来て来て、ズルラシ。あ、いいよいいよいいよ。何見せられてる俺、視聴者さん何見せられてる。しかもカード出ねえし、まあ、後ろから、あ、後ろからちゃんと来て、後ろから行った方がマジでもらえない。こっちこっちこっち、あ、いいよ、そう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 、あ、いいね、あ、じゃあじゃあ、これはやばい、これはファウルだろ。上手、上手、これファウルだろ。上手、お上手、これファウルだぞ。絶対に先ほど犯したファウルでイエローカードをもらっています。お、イスコ、イスコイエロー。はい、後ろ見て、うるく、うぅ、いいね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 、いいよ、これやばい、いいよ、いいよ、いいよ。今何人、何人、あ、次クロス、あ、クロスか。いろんなやつイエローもらうな、やばいね。うん、俺全然イエローもらってないからね。イエローカードが出ました。イエローね。まあ注意だけで済んでましたけどもね、それが溜まってしまったんでしょうね。うるるし、あー、うまい、うまい、うまい、上手、これ完璧。これ出るんでしょうかね。あ、クロスいった、あ、クロス2枚目、クロスいった、いけいけいけ、トニクロース、今のファウルで2枚目。あ、ただいま9人です。9人、はい、マジであと2人いけるというところです。怖い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 、いいよ、うるらっしゃ、やばい、あ、すっげー、これはいったわ、結構。これ何やってんの、これ何。バラン、先ほどのファウルは一発、バラン、一発レッド、お、一発レッド、8人、8人、うるっ、あ、これやばい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 、これゴール前やばい。あ、そっか、ペナルティーエリアないのがいいのか、ないの方が、ないでやった方が罪が重い、この辺で押さえておかないと危険ですよ。そうそうそう、そういうことや。じゃあちょっとペナ内入って、入ってもらって、あれ、あ、じゃあ俺が、体を張ったプレー、あ、こっちね、こっち、めっちゃむずいこれ。ちょ、動かんといて、なんで動くの。後ろ見たいけど、待って、動いてない、難しいね。ちょちょ、止まりゃいいん、あ、後ろ見止まりゃいいん、ちょちょ、普通に止まればいいから、今だったら。ああ、俺回り込めばいいや、走ったら。こんな経験ないから、一回も。ちょっと、わかんねえ。全然それでいいでしょ。さあ、さあ次、パルサが死ね。あ、はい、私はね、来い来い来い。うるる、あ、ちょっと、直前で止まるな。直前で止まるな。ああ、これ、これ激しい。これは激しい。これは激しい。これはファウルです。これやばいな。これ激しいわ。あ、退場。え、6人になった。あれ、え、試合終了。何これ。あ、そういうことなの。何人以下になったら強制シードになっちゃう。3-0だ、3-0。うお、3-0になるんや。すげえ。マジか。ほんなギリギリやっぱ攻めなあかんねや。あ、ちゃんと数えて7人にしてやんなきゃいけないんだ。そういうことか。強制シールになっちゃうんだ。初めて知ったよね、そんなこと。はい、ということで、まさかの没収試合で、ファールをしまくったレアルが 3-0 で負けるという、謎の、謎の空白の3点。なんでしょうね。何この3点。そうなんだ。6人以下になったら強制シール何やばくないこれ。初めて知った。だからなんだ。だからもう規定で7名なんだってことになってるんだ。なるほど。噂はやっぱ合ってたって、ね、やっぱり俺らも思ったじゃん、うん、あの、え、7名なのに、じゃあその後試合どうすんのみたいな、うん、ファールが起こった時にほんならファールじゃなくなるのかっていう感じで俺は考えてたから、うんうん、俺もなるほど。打点がいきました。こういうことになるんや。そして 3-0 なんですね。3点入っちゃう。3点入っちゃう。もう空白の3点が。だね。なるほど。いや、でも面白いね。これだから今度は次回。そうだね、次回次回。見ておいてください。あの、7対7で。そうそう、しっかり。やっていきますんで、皆さん、見ててください。今日はね、ウイレじゃなかったね。これ何のチャンネルみたいになってて。カンフーゲームこれ。何少林サッカーみたいになってましたけども。はいはい。ということで、こんなクソ試合でしたけれども、はい、ちょっと面白かったんじゃないですか、でも。俺、個人的にはすげえ面白かった。やってて。ですね、こういう系は。バカすぎ、まあ、こういうのアホな感じの、はい、まあ、ゲームだからこそできるところがあるんで、そうだね。こういうなんかアホな企画思いついたら、僕たちに言ってくれればいいですので。あ、そう。全然言ってください、ね。どんな疑問とかね、あったら、あの、ウィーレとかパワープロとか、やりますんで、また高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。最後ね。閉めてください。はい、みんなサッカーするときは蹴っちゃダメだよ。
クリーンに行こう、クリーンに。いや、サッカーは蹴るもんやろ。蹴るもんや。